皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。任期満了に伴う大阪府美濃市長選挙の投開票が25日に行われ、無所属の新人で、元大阪府議の原田良さん、38、が初当選を決めました。動画で見る、大阪で、維新が敗北、自民離党の元府議が美濃市長選を制す維新公認の現職市長が大阪で落選するのは初。 市長選挙には、届け出順に、無所属で新人の原田亮さん、38、大阪維新の会公認の現職、上島和彦さん、66、共産党が推薦する無所属の新人、小林智子さん、76の3人が立候補しています。自民離党で当選の新人、政策や人物で選ばれる選挙になったら、大阪はもっと良くなる。 原田さんは自民党の元大阪府議で、府議団幹事長などを務めましたが、去年の統一地方選挙で維新候補に敗れ落選。今回は自民党を離党し、無所属として立候補し、子育てや教育の充実などを訴え、初当選を決めました原田さんの陣営には、自民党の国会議員や地方議員ら、大阪府連の関係者が支援に入りました。 当選確実となった25日午後10時40分過ぎ、原田さんは支援者の前で、大政党の現職、大変強い現職相手に大きな差をつけて勝利をつかむことができた。今の見直しを変えてほしい、新しい見直しを作ってほしいという市民の皆様の応援が、大きなうねりを起こすことができたということで、改めて感謝です。 大阪において現職の維新市長に勝ったという例はありませんそんな中で厳しい戦いどうせ無理だよとか厳しい戦いになるよとかたくさんお声をいただいていたそういった中でもお一人お一人の支えや激励の声があって戦い抜くことできた選挙中に本当にたくさんの皆さんから声をいただいた覚悟を持って強い決意を新たにして挑んでいきたい 新しい見直しのスタートです。一緒になってワクワクする見直しを作っていきましょうと挨拶しました。またその後、記者団の囲み取材に応じ、今回、維新に初めて勝利をさせていただくことができたということで、大きな流れが変わるという風に思っています。今までは政党で選ばれるような選挙があったという風に思っていますが、今回のように政策であったり、 人物で選ばれるような選挙が大阪でも行われるようになったら、大阪はもっと良くなるという風に思っていますので、その第一歩になる選挙だったと確信をしていますと語りました。一方の維新の現職、上島さんは、元大阪府議で、松井一郎元大阪府知事らと共に北大阪急行の延伸を実現させた。などと訴え、 大阪維新の会の吉村博文代表や横山秀幸幹事長が複数回応援に入るなど維新の会が総力を挙げた選挙戦を展開しましたが及びませんでした維新の会が公認する現職の首長が大阪府内で落選するのは初めてです落選となった上島さんは支援者の前で吉村代表をはじめ維新の首長や議員の皆さん連日連夜 国書にもかかわらず応援いただき、残念な結果となりましたが、ひとえに私の不徳の致すところです。大好きな未納のために一市民として頑張ってまいりますと述べました。維新の看板では儲か勝てないと維新関係者。公認の現職首長が大阪初めて落選したことを受け、維新の関係者は関西テレビの取材に対し、自民公明の水面下での動きがすごかった。 自民の覆面に負けた。すでに衆議院選挙が始まっている。河内長野で負けて、今回の敗北。衆議院選挙への影響はかなりある。維新の看板ではもう勝てない。これからは、どれだけ個人として頑張れるかが鍵と語りました。また、大阪維新の会、幹事長で大阪市長の横山秀幸氏は SNS の X2 美濃市長選挙においては上島和彦候補が当選に至りませんでした。候補、陣営各位におかれては本当にお疲れ様でした。漢字長本として申し訳ない限りですと投稿しました。当選の原田氏は現職上島氏の約1.8倍の票を集める。美濃市長選挙の開票結果は以下の通りです。無所属、新人原田良さん。 383万2448票。維新、現職上島和彦さん661万8309票。無所属、共産党推薦、新人小林智子さん763768票。なお、投票率は49.98%で、前回の市長選から0.64ポイント増えました。どう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。